Steven， 我今天来到东京的Kasumigaseki 霞关。 这个地方呢，它是东京很多就是行政的那种机关的地方，然后他们叫做 Kanjō-gai， 就是官厅街，有很多行政机关聚集的一个城镇，像是经济产业省、首相官邸。天哪！ 天哪，这根本是博物馆吧！我在这边超级格格不入。不过我今天来这边其实是有一个目的。我之前有在 Facebook 上面，就是叫大家提问，比如说如果你们有问题想要问日本社长的话，想要问什么呢？那有很收到很多的问题，等一下也会就是亲自去问问看日本社长。那我现在其实已经在他们楼下了，走吧。我到了，我有一点。 緊張。<笑>我找找看。あ、找到了。这边。今天要去这里。ジエチャール。失礼します。あ、ティファニーです。よろしくお願いします。はい。はい。サイエン超美。ここがオフィスですか？はい、そうです。シェアオフィスになります。 なるほど。それがフォンブースです。え、フォンブースって何ですか？日本の場合は人前で電話をかけることがあまりこう良しとされないので、ここに行ってこう仕事の電話をしてくださいねという場所ですね。あ、なるほど。はい。全然文化のカルチャーショックでした。こちらミーティングのブースですね。ちょっとした打ち合わせに使えます。 明日は和室になってるんですね。そうですね、掘りごたつみたいになってるので。あ、かわいい。こちらのソファーや椅子も自由に使えます。なんか日差しがいいですね、こちら。そうですね、こちらは明るいので。あちらは何ですか？こちらは自由に飲んだり食べたりすることができます。あ、そうなんですか。もちろん無料です。あ、いいな。 でこちらがご飯を食べるスペースですね。すごい可愛い、メリークリスマスって書いてあります。へえ。これですね。あ、これがご自分で書かれたんですか？私なら書けないですけど。Hello， 大家好。我是 Tiffany。 然后在我旁边的是我们今天就是拜访的公司 GHR 的社长 Uega-san，还有他们的 Haragasan。はい、你好。他们会说中文，非常的厉害。一点点。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。人とばんちゃん。やっぱりすごいですね。一点点。早速ですが、GHR ってどんな会社ですか？はい、今。 台湾に住む台湾の方と台湾人と日本企業を結ぶ仕事をしています。日本で働きたい台湾人の方が少しずつ増えてるんですけど、その方々に対して日本企業をご紹介する人材の仕事をしています。あ、そうなんですか。じゃあ、なんで台湾ですか？はい、今日本は全体的に人口が減ってるので、少子化ですね。少子化、詳しいですね。<笑><笑> 少子化なので、日本は今外国人の人材を採用するのがすごい増えてるんです。中でも台湾人の方を採用したい日本の企業はすごい増えてます。え、そうなんですか？はい。え、なんでですか？まず日本と台湾って距離が近い。じゃないですか。あと台湾人の方って日本のアニメだったり日本のゲーム好きな方が非常に多いでしょ。好きです。ね、文化とか。<笑>はいはいはい。だから日本人もそういう日本のこと好きな人 は採用したいし、あと日本人もやっぱり台湾大好きなんです。あ、そうなんですか。え、嬉しい。旅行でも台湾に行きたい日本人はすごい多い。食べ物が美味しい。ね。9分ですね。夜市とか。そう、綺麗ですね。そうなんですか。僕は昔アウトレットモールを作る仕事をしてて。そうなんですか。はい。である時きっかけがあって台湾のリンコに。 え、あのリンコアウトレットですか？そう、三井リンコアウトレット。すごい大人気の今。そうですね、すごいなんか美味しいお店もたくさん入っていますし。そう、あの天丼がね、有名で、この天丼を食べるために2時間並んでもらったりとかしてる、あのリンコアウトレットを作る仕事をしてました。
僕今全然関係ないんですけど、皆さんあのリンクアウトレットで買い物いっぱいしてみてください。よろしくお願いします。何の動画かってわからなくなっちゃいますよ。でそこで台湾がいい国だと思ってくれましたか？いや、はい、もう台湾僕すごい好きで、台湾にずっと出張行ってたんですけど、すごい楽しかったですし、台湾の人はすごい優しかったです。優しいですよ。それで今は台湾との仕事をしているということですか？はい、そういうきっかけがあって今は台湾と日本を結ぶ仕事をしています。ありがたいです。いや、もし私のリスナーさんの中で日本で働きたいなと思っている子がいたら、お願いできるんですか？あ、もちろん、もちろん。今私たち GHR では Facebook のページを持っているので、まずは日本で働きたいんですっていうメッセージを私たちにいただければあとはこっちからいろいろご連絡します。そうなんです。こんにちは、日本で働きたいですという一言を言うだけで大丈夫です。 OK だって、みんな。ファインファイン、いつでもお待ちしています。たくさんの海外の方をこういう紹介してこられたと思うんですけど、一番気になるところは何でしょう？一番気になるところはいくつかあるんですけど、やっぱりちょっと日本の文化っていうかちょっと特別独特なので、はい、日本の文化に馴染んでもらうことが僕は大事だと思ってます。特に日本人って挨拶を大事にしてるんです。わかります。わかります。ちょっと私もちょっとうまくできてないですけど日本人って朝会社に出勤したら必ずみんなにおはようございます。おはようございます。みんなに？みんなに。え、会社が30人いたら30人ですか？みんなに聞こえる大きい声でドア入っておはようございます。言えません。台湾の人言えないよね。言えない言えない。こそっと、ああって感じになっちゃう、ね、台湾の人はこそっと帰ってきてこそっと自分の席に座るでしょ。そうです。それは日本人から見るとあの人は挨拶しなかった、怖い上司だと怒ります。うわあと帰る時もね、日本人はお先に失礼しますとかお疲れ様でしたってみんなに言って先に帰ります。でも見たことなんですけど、うん、あんまり先輩より先に帰っちゃいけないという文化も、古い会社は先輩とか上司が帰らないと帰りにくいっていう会社はあります、うん、ティファニーさんの言う通り、うんうん、そうですね。じゃあ先に帰っちゃうとお先に失礼しますと言わないと、うん、あの人なんで何も言わずに先に帰っちゃったんだろうって思われます。怖い、まあ、でもその一言があるだけで、うん、あの印象が全然違うので、まあ、小さい声でもお先に失礼しますとか、お疲れ様でした、今日は先に帰りますみたいなのをちょっと言うだけで全然違います。あ、逆に挨拶はちゃんとできる人だなって、うんうんうん、そうそうそうです。あ、そうなんですか、うん、へ、はい、自分のファンページでリスナーさんたちに、あ、社長さんに会いますけど、社長、日本の社長さんに聞きたい質問がありましたら何でしょうという質問を聞いたんですけど、はい、で、こういう質問が出ました、うん、日本の企業に応募する際には海外からの応募者としてはどういう特徴がありましたら勝手になるでしょうという質問なんですけど、台湾の人に限って言うと、はい、今日本の企業は台湾に進出をしてる、もしくはこれから進出をしたい企業っていうのが増えてるので、はい、台湾の今の現地のことをよく知ってる人が必要とされてます。なるほどね。例えば今台湾の人は週末、はい、台湾人の若い人は週末どこに遊びに行ってるかとか、あ、はいはいはい、台湾でどういう食べ物が流行ってるかとか、あとは台湾の若い人は携帯にどういうアプリを入れてるかとか、あ、こういう台湾の今の実情を知ってる人が求められてます。あ、なるほど。じゃあ週末は全然アニメばっかり見たりニートをしている人でしたら、うん、ちょっと難しい、まあ、アニメ見てるのはいいかもしれないけどね、いろんな情報に敏感な人の方がいいと思います。そうですね、皆さん今からお手掛けお願いしますでもやっぱり日本語を使って仕事したいんですけど、うん、日本には行けないという人は多分リスナーさんにもいると思いますけど、うん、そういう人たちにはサポート GHR さんはできるんでしょうか？基本台湾にいる人で台湾で働きたい人はちょっと今難しいんだよね、うん、ところが実は私たち GHR はですね、
台湾オフィスを今作ろうとしておりまして、うん、そうなんですか。そうなんです。他の企業じゃなくて GHR ですよ、はい、私たち。そうなんです。なのでもしその日本に関係する仕事がしたいけれども台湾からはちょっと動けないなっていう人はぜひ GHR に応募していただけたらと思っております。そうなんですか、はい、じゃあ具体的にはどういうお仕事ですか。今は、私たちここ今東京、日本の東京にいるんですけれども、うん、日本のこのや、東京との窓口ですね、やり取りの窓口がまず一つ目のお仕事で、二つ目が、台湾でその求職者の、お仕事をに応募する人たちに対してキャリアカウンセリングをしてもらう仕事になります。キャンセリングですね、はい。そういうことで、日本語も中国語もたくさん使える、はい、お仕事ですね、はい、日本語も中国語も台湾語も使う機会いっぱいあります、はい、そうです。台湾語まで、はい、多分リスナーさん今5万人来てるので誰かはいるんでしょう。はい、お待ちしてます。はいはい。じゃあ業界の経験者と日本語力はどれくらい欲しいですか。そうです、僕は中国語少し下手なのでそんなことないですよこんな僕とやっぱりやり取りして私たちとしてやり取りしてもらうことが増えるので日本語はでやり取りできる方っていうのがやっぱりありがたいです。なるほど。はい、ということで今日は GHR さんにお邪魔しました。大家如果就是想要在日本工作或者是想要在 GHR 的台湾公司、嗯、台湾分公司工作的话，应该是先到 Facebook 按赞，对不对？对。然后在那个影片下方的说明栏这边，我会有写就是比较详细的资讯。那真的有兴趣的人，记得要去看一看。嗯。那就是我们也就是听到了很多，如果你想要在日本工作，或者是你在职场工作上面可能需要注意的地方，希望对大家有一点点的帮助。如果你喜欢这支影片，记得要帮我按赞加上订阅我的频道。我每个礼拜一晚上九点都会出一支新影片。那我有 Facebook 跟 Instagram， 如果你喜欢我的东京留学生活的话，记得要上去按赞。那就是这样咯，我们下个礼拜见，拜拜。拜拜。嗨，お疲れ様です。お疲れ様です。本当にお手洗いに行きます。我跟你们说，超厉害，超厉害。可是不能拍，所以你们想看的话，你们就自己来看。応募してみてくださいね。撮られないですので。